Your radio station。FM那覇。沖縄ビジネスサテライト。沖縄県内の法人は約2万5000、昨年だけで1800社ものの会社が誕生しております。この番組は企業率全国トップの沖縄県で中小企業にサポートに励む3人のコンサルタントがビジネスに役立つ情報をお届けいたします。毎週ゲストに県内の経営者をお招きし、開発秘話や大ピンチ話などぶっちゃけ話などを聞き出していきます。うちなんちの皆さん、あなたがよく知っている商品や会社の裏話聞いてみたくないですか？皆さんこんにちは。沖縄ビジネスサテライト、本日の、MC は私シーマコンサルティング株式会社経営ビジョンアドバイザーの金城勉でお送りいたします。まずはですね、簡単に、私の自己紹介をしておきます。私は企業及び個人事業者の資金調達を含めて課題を解決するための事業計画の作成、具体的には企業のですね、まず現状把握を行って、その企業のですね、どこにボトルネックがあるのか、あるいはですね、どこに経営し隠れた経営資源があるのかを、経営者のですね、頭にある課題を計画書という紙に落とし込んで、創業の計画から既存事業とですね、新事業のですね、相乗効果が見込める計画のサポートや、また計画がですね、予定通りですね、進むための PDCA 支援、計画から行動チェックを行って、新たな行動のサポートの方を、行っております。本日はですね、私が沖縄ビジネスサテライトの方をナビゲートいたしますので、よろしくお願いいたします。早速ですね、ゲストの方をお呼びいたしましょう。本日のゲストは、月ぬ合同会社の金城勉社長です。こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、早速ですが、金城社長のですね、会社はどういった、ことを行っている会社でしょうか。はい、ラジオのですね、お聞きの皆さんに御社のですね、ご紹介の方をよろしくお願いいたします。はい、現在月ぬ合同会社は、はい、北谷町の津鍋海岸の近くの外人住宅の中で、英会話教室と日本語の教室を運営しております。あ、英会話教室と日本語の教室両方やってるんですか。はい、はい、両方やってます。そうなんですか。はい、北谷の方でされてるということで、はい、で金城社長は、創業者なんでしょうか。はい、創業者です。創業者ですか。あ、そうなんですね。すごいですね。はい、ありがとうございます。いえいえ、もう創業されてどれぐらい経つんですか。5年になります。あ、5年ですか。はい、5イヤーになったんですね。5イヤーになりました、おかげさまで。はい、そうですか。その今のですね、英会話、日本語学校とかいった話の中でですね、はい、もう少しですね、中身についてですね、教えていただけないでしょうか。はい、わかりました。私自身が英語学習を独学でしたんですけど、はいはい、その時に、単語を一生懸命いっぱい覚える、英文法を一生懸命覚える、でいざ外国人の方を前に英語を話すんですけど通じない、はい、やっぱりこの日本語感覚で喋ってしまう英語と、やっぱネイティブの人たちの英語感覚って違うんだなって思って、もうこれはネイティブを目の前に練習をいっぱいしないといけない、インプットとともにアウトプットもいっぱいしないといけないんだなって気づいて、そこからアウトプットの場をいっぱい探しですね、練習するようになると、多分インプットの時間に使った
半分ぐらいの時間で多分英語は上達したと思います。ああ、そうなんですね。それがあったので、はい、ちょっと私自身が基地の中のレストランとかクラブでサービス業で働いていたんですけど、はい、日本人ということで、はい、外国のお客様からは日本語を教えてほしい、はい、で従業員の方たちからはちょっと英語が私喋れるので、はい、私にも英語を教えてっていうことで、はい、よくまあ、悩み相談というか受けてたんですけど、はい、これ教えるだけじゃ足りないんだよなって自分の中でずっとあったんですね、うん、教えるプラス練習しているもらえる場っていうのをこうどうにか作らないといけないなっていうのがありまして、うんうん、であ英語勉強して英語話したい人がいる、うんうん、であ日本語勉強して日本語を話したい人がいる、うん、これコミュニティを作ってあげて、うん、お互いに練習し合う助け合うっていう場があれば、うんうん、ものすごいアウトプットもできるプラス、うん、お友達にもなれますし、うんまあ、ネイティブの会話を通してその言語学だけでは学べない文化背景とか、うんうんうん、一人一人の世界観とかっていうのを味わえるんじゃないかなと思って、うんうんうん、そのコミュニティを作りたい提供したいっていうところから弊社始まりました、うん、ああそうだったんですね、はいまあ、確かに、うん、私も振り返ってみたら、まあ、学校でね、はい習う英語、ねはい、単語とか熟語とかね、そういったことばっかし文法って確かねもう今からもう30年以上前なんですけどね、はい、やってた覚えがありますね、はい、で英語喋れたかったらですね全然喋れない今でも喋れないという ね、で感じでいますね、はい、はいはいはいじゃあまあ、今5年前に月ぬ合同会社を作られたっていう話なんですけど、はい、でまあ住所またお若いなと思うんですけど、はい、でまあその会社を起こす前はどんな感じのそのお仕事とかですね、はい、されてきたのかさっきちょっと基地の中っていう話も出てきたんですけど、はいいろいろ、教えていただけないかなと思いましてですねわ、はい、かりました、はい高校が終わった後は、日本の居酒屋さんとかで働いてて、はい、どうしてもこのチームワークが好きなんですね部活感覚で、はい、なんかみんなで切磋琢磨みたいなのが好きで、はい、でその中で出会った一人の女の子が留学行きたい英語勉強したい、うん、その前に基地の中で英語磨いていったらめっちゃペラペラなるぜって言われて、うん、なんだその情報はっていうので、うん、基地の中に派遣してくれる会社を探してですね、うんうん、自分で基地の中で働きたいと飛び込んだわけですね、うんうんうん、でそこからちょっとサービス業の、スキルだけはあったので、うん、そこからレストランで働いたりフードコートのカウンターアテンダントをやったり、うんうん、でクラブのバーテンダーとかをやったりして働いてました、うんうん、やっぱこの日本語日本文化での接客業と、うん、やっぱアメリカって言ってももういろんな国籍の方がいらっしゃるので、うん、その方たちを相手にする接客業のこの違いっていうのを大変びっくりしましたし、うん、また成長もありましたね、うん、それを通して外国人の方たちから見た日本のイメージってこんななんだとか、うん、これだけ基地があるのに基地の外に出てしまえば結構英語のインフラって揃ってないんですよ沖縄日本もそうなのかわからないんですけど、うん、なのでせっかく沖縄に来たのに基地から出ないっていう方が結構多くて、うん、で私も外国人の目で基地の外出て標識とか見るんですけどローマ字はやっぱりあったりとか、うん、看板ぐらいは英語なんですけど中入るとやっぱり英語では対応してもらえないとか、うん、クレジットカードが使えないとかあ結構外人さんにとってはなんだろう生活しにくい場所なんだなこれだけ発展してる日本なのに、うん、それは衝撃を受けて何かしらちょっと、まあ、言語学習っていう形でも私にお手伝いできないかなっていうのがありましたねあなるほどですねはいいや今花さんインフラっていうの中において、英語のインフラっていうのがう、まあ、看板がはあるけど、はい、ローマ字等でですね、はい、でそれ以外のさっきクレジットカードが使えないとかですね、はい、いろいろ言ってたんですけどそのあんまりその英語のインフラってイメージがつかないんですけど例えば英語のインフラってどんなものなんですか空港がいい例だと思います、はい、やっぱり日本語もあってその下に英語もあって、うんうんそのクライアなんですかこの受付の方が、うんまあ、片言ちょっとでもいいので英語で対応してもらえるとか、うんうん、緊急時の時にこの英語を対応してくれるような窓口があるとか、うんうん、もう全体的にこの英語の下あ日本語の下に英語を入れてくれると大変助かると思う多分空港さんとイオンさんはそれが上手なんですよ
国語とイオンさん、イオンさんは中国語とかもやっぱり入ってて、はいはい、綺麗に指示が出されてるので、うんうん、使いやすいと思います、うんうん、それ以外はやっぱり厳しいかなって思いますね、外人さんの目から見ると、うんうんうん、そうなんですね、はい、はいはいはい、まあ、でもね、まあ、今年コロナが新型コロナウイルスがもう大変な状態になりまして、はい、でインバウンドの方々もですねもうほぼ来ないような状態に今なってるんですけど、はい、でもそれまでね沖縄って結構、観光に力を入れてて、はい、日本語の下によく見たのは看板の中に日本語、うん、英語、中国語っていう、はい、場合によっては韓国語とかですね載ってたりとかですね、あるいはまあ先ほどねあの空港たなしの中で、まあ、アナウンスに関しても、最初に日本語で流して、うん、その次英語、飛行機の中でもそうなんですけど、はい、そんな形で、まあ、やれてきてるのかなと思ったんですけど、身近な生活ではそうではないと。やっぱちょっとファミマに行ったりすると、はい、みんながみんな英語喋れるわけではないので、はい、そこで外人さんがクレジットカード通らなかったりすると、うん、結構キャッシュ持ち歩かない文化なんですよ、うんうん、水一本買えないっていう感じになったりとか、はい、結構昔はこの高速、うんうん、昔なんです、高速でクレジットカード取ってない時期があって、うん、またキャッシュレスで空港外人さんが乗って、高速乗ってしまって、うん、で降りるときに現金がない、クレジットカードがなんか取ってもらえないって言って、あの那覇までお金持っていったことありますね。あ、そうなんですか。でもそれ今はねクレジットカード取るようになったりとかしてますよね、うんうんうん、というのがちょっとずつ身近な生活圏の中でも入っていったらいいなっては思いますし、うんうん、私としてもちょっと沖縄県民にもっと英語を話してほしい、まあ、そんな難しくなくていいので、うんうん、本当中学校 1,2 年生レベルの英文法とか英単語あったら結構喋れるんですよ、うんうん、あとはアウトプットしてしまえば、その外人さんたちが困ってる時にちょっと助けてあげられるとか、うんうん、あ、ここはクレジットカード取れないんだよねとか一言二言声かけてあげられるだけでも本当に助かると思うので、外人さんの方、うんうん、なのでちょっと沖縄県民にも英語を学んで、そんな難しくなくていいのでどんどん使って本当おもてなししてもらえる、うんうん、ウェルカム中になってもらえるようなお手伝いもしたいなっていうのはあります、うんうんうん、それを言ったことを、基地の中でアルバイトを通して、まあ必要性を感じて、はい、ちょっとじゃあちょっと会社を起こしてみようかなって感じになられたんですか。はい、はい、そうですね、はいはい、でもなんか人が集まってワイワイしてるの好きです、うんうんうん、でもお教室とかになると少人数が好きな方多いと思うんですけど、うん、少人数で勉強してると気づくんですけど、うん、いろんな発音聞いて、うん、いろんな言い回し聞いて、うん、いろんな文化背景聞いた方がスキルって磨かれるの早いんですよ、うん、多分就職しても同じ部署にずっと同じ 2,3 人のメンバーでいるだけでは伸びないんですけど、うん、もう入れ替わり立ち替わりいろんな人と喋る、いろんな人と出会う、うん、あ、いろんなスキルあるんだっていう方が早く伸びると思ってるので、うん、私はこのスキル習得とか言語習得は大きい大人数とかでワイワイしながら学んだ方が早いと思います。うん、なるほどね。これあれですよね、自分の先ほど話された基地で働いてもう意外と習ったことが使えないということで、まあ、英会話の必要性を感じたと、はい、基地の中でですね働きながらですね、はい、でこれを逆に言えば今度は外国人の、まあ、方々が、日本語が喋れないという中で、まあ、不便を感じていると、はい、で不便を感じているからだったら両方を兼ねたコミュニティっていうのをちょっと作るという形で、はい、やられたわけなんですね、はい、はいはい、なるほどですね、はい、まあ、英会話とかですね、よそさんでは結構やってるところは多いとは思うんですけど、月野さんのがですね、よそと違うよねっていうところがあればどんなところなのかなって教えていただければなと。はい、はい、分かりました、はい、弊社の特徴としてはやはりコミュニティ重視ですので、英語講義もありますし日本語講義もあるんですけど、うん、約90分の講義時間を取っていて前半の、まあ、45分60分ぐらいで講義をした後、うん、残りの 2,30 分はまあ、英語クラスの生徒さんだと隣の日本語クラスで日本語を学んでいる外人さんと即実践させられます。ああ、実践をすると、はい、あ、最初の60分で、まあ、学ぶ、うん、あるいは復習をする、うんうん、で残りの 2,30 分で隣の外国人の方たちと学んだものを使って会話をするっていう
授業を取り入れています。あ、面白いですね。面白いですね。これ毎回の授業に取り入れるのが結構難しくて、うんうん、うちの特色かなと思います。結構このいろんな言語学校さんがあっていろんな言語を教えてるんですけど、うん、まあ、交流会が月に1回あったり 2,3 ヶ月に1回あったりとかするところ結構多いと思うんですけど、うん、私の理念としても使えば使うほど英語も日本語も上手になるっていうのがあるので、うん、もう弊社は毎回のレッスンに入れるっていう、うん、ちょっといろいろ教材作りも大変だったんですけど、やっぱり楽しそうですね、うん、毎回いろんな人とお話できる、で目の前にいる人が英語で伝えてくれる、で自分も片言でもいいから英語で伝えたいっていうこの思いがやっぱやる気につながって、うん、また1週間頑張って来週喋れるようになろうっていうモチベーションにつながってるみたいですし、うん、外人さんからしても、あ、もう日本人は基地反対って思ってたけど、うん、みんながみんなそうじゃないんだねとか、うんうん、戦争でいろいろあったから嫌われてるのかなと思ったけど、うんうん、もう今は違うのかなとか、そういう生のうちなんちの声が聞けるっていうのはすごい嬉しいみたいです、うんうんうん、なのでそれがまた喜びにつながってモチベーションにつながって、じゃあ僕の気持ちを日本語で伝えたいっていうのでまた1週間勉強頑張って次の週お教室に来てそれを披露するっていう、だからいい循環になってると思います、うんうん、なるほどですね。いいですね。僕もですね、私もですね、うちの、まあ、息子とですね、実は、いつまでだったかな、息子が中1ぐらいまでかな、なる時まで英検をですね一緒に受けてたんですよ。おすごい。で実は準2級までは一緒に来ました。すごいすごい。受けてですね、はい、で、まあ、あの 3級からかな、はい、3級からあの、ね、2次で面接のね、はい、あれがあって喋らないといけないですね。喋らないといけないんでね、はい、であれでね、はい、めちゃくちゃですね、もう言ってることが分からないんですよ。もう緊張してることもあってですね、でそれでもう頭が飛んでしまってですね、で飛びます。話すっていうのがねこんなにも大変なのかっていう形でですね、まあ、あの、まあ、筆記に関しては昔のことを、ね、熟語とか単語とか思い出しながら結構ね、やれたんですけど、もう会話に乗った途端にですね、いかにできない自分がいるかっていうのはね、はい、本当によく分かりました、その時ですね。そうなんです。もうそれでね、もう実は2級はちょっともういいやと思ってもう任せていきました。僕はそこそれで止まってしまいましたね。だからまあやっぱりでも今でもね、やっぱり会話、はい、コミュニケーションを取るためにはまあ必要だなっていう形でですね、やっぱり、まあ、グローバルにね、はい、どん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 なっていきますから、はい、でそういった意味においてですね、はい、まあ本当は僕も話したらいいなとですね思ってますね。あ、そんな感じで、まあ、されていったということなんですね、はい、でその、まあ、5年前に、まあ、創業された時にで最初のスタートっていうのはどんな感じだったんですか。もうひっちゃかめっちゃかですね、うんうん、多分この事業の方針としてもどうしていいかわからないので、うん、とりあえず今つながってる人たちを、うん、こうお教室に呼んでホームパーティーして宣伝してもらおうかなとか、うんうん、フライヤー作ってみたりとか、うんうん、あとオイストの研究者の奥さん方とかが来てたので、うん、オイストの中で教えるかなとか、うん、まあ、基地の中の日本語講座があるからそこで教えないかとか、もう手当たり次第手をつけては、うん、形にならないですよね。多分私がやりたかったことっていうのは、まあ、オイストさんの日本語クラスを教えに行くってなると、そのオイストさんでのニーズとかウォンツがあると思うので、うん、それを把握してできればこうオイストさんだけのための手作り教材とかを作りたくて、うん、別にそれじゃなければうちじゃなくてもいいのかなって思ってしまうので、うん、また基地の中ではまた需要が違うので、うんうん、そっちに合わせたカリキュラムを作ろうとすると、うん、またすごい時間がかかるので、うん、皆さんにいろいろオファーいただいたんですけど、うん、手当たり次第手をつけては、まあ、理想の形にならずにちょっともう断ってしまうっていう悲しいことが多々あって、その中でもうまずは自分のお教室の中で、うん、あの喜んでもらえるカリキュラム、うん、また私が納得できるカリキュラムを作ってから他の方のオファーは受けようと思いました、うんうん、最初はもうひっちゃかめっちゃかでしたね、うん、なんか毎 2,3 ヶ月ごとやることが違うみたいな、うん、落ち着かなかったですねだいぶ、うんうんうん、始められた時にそのなんていうんですかね、突き抜
合同会社って、ね、会社は作ったけど分かんないじゃないですか、はい、世の中の方って、はい、ね、それの時にどんな風にしてやってますよってあの宣伝とかしていたんですか。宣伝はとりあえず知り合いをまずはだからホームパーティーに呼んで、うん、英会話教室日本語教室って配ってたんですけど、うん、まあ、多分それで入会してくる人はゼロでしたね。でフライヤーもすごいんですよ。フライヤーもね、はい、あの何万って配るんですけど、はい、あれはまた1年後に1人来ましたね。2万枚吸って1年かかって1人みたいな。2万ですか。はい。なのでこれ費用対効果すごいなと思って、うん、ちょっとホームパーティーやめる、フライヤーやめた後に、うん、Facebook を始めました。あ、Facebook ね。外人の生徒さんに、はいはいはい、もう今の時代 Facebook だから、うんうんうん、アメリカ人の方も多分本国にいる間そんなに Facebook 使わないんですよ、うん、でもそのアメリカを離れて海外に来た時に家族と連絡取るために Facebook 持ってるから、うん、もう沖縄にいる外国人はほぼ Facebook だから Facebook やりなさいって言われて、うん、Facebook やって進むようになりましたね。多分周知されるようになって、その後そうするとまたあの SNS に手出すとウェブサイトがいいよって言われるんですよ、うんうん、今の時代ウェブサイトだよって言われて、うん、でそこから手当たり次第またいろんなの調べて、うん、ウェブサイトを立てると今度は今の時代 SEO だよ、あの検索エンジンに上がってこないと誰も見てもらえないよって今度は SEO をやるようになって、でも SEO をやりだして多分1年ぐらいですかね、うん、検索英会話沖縄とかでやっていただくと、うん、1,2 ページ目までには乗るようになって、うん、そこからはほぼ広告費使ってないですね、うん、なので初期投資費用ですかね、うん、SNS のアカウントを、揃えるのと初期設定するのと、うん、ウェブサイトを立てて SEO 対策やったそのページを SNS で発信していくっていうこのサイクルができてからすごい楽になりました。うん、じゃあやっぱり、アナログよりかはやっぱりアナログは多分うちの教室ではあんまり広がらなかったですね。お友達って言っても、うん、僕は日本語勉強したい、でもこのお友達は焼きそば食べたいだけ、うん、レストラン行きたいだけってなるとなんか僕が帰って日本語教室いいんだよ来いよって言って、うん、1ヶ月2ヶ月は通ってくれるんですけど、うん、なんかそこまでね興味があったわけではないので、うんうん、やっぱり長続きしないっていうのが大きいですね、うんうん、それよりはもう日本語勉強したい、どっかいいところないかってもう探して探して、あ、このブルーハウス月に合同会社がやってるようなところがいいって来てくれる方の方が 2,3 年とか通ってくれるので、うんうん、あのなんかその興味ない人を無理くりこう連れてくるっていうのもやめました、うんうん、そこからはすごい楽になりましたし、うん、あとはこうネットに載せてるだけで、うん、見つけてきてくれる人がもう来てくれる、でその人は学ぶ体制ができてるので、うんうん、もう言語学習って大変なの分かってるから、うん、もう 2,3 年は見据えて通うつもりだからっていうことで、うんうん、だいぶ楽になりましたね、うん、まあ、それでじゃあ、まあ、Facebook から始まって、はい、でそれで SNS に行って、はい、でウェブホームページの方を作られてから、はい、やっぱり、まあ、上位にヒットするために、はい、SEO 対策等を行って、はいはい、それで、まあ、外国人の方々に、情報が伝わり、はい、まあスタートとして、まあ、徐々に徐々に、まあ、増えていったっていう感じの流れになる感じですか。はい、うん、その通りでございます。はい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 、でもでもね、最初の頃はどれぐらいかかりました、そのその何て言うんですかね、生徒さんっていうんですかが来だすまでのですね。そうですね、初年度が、うん、初年度のもう101ヶ月ぐらいは英会話教室をとりあえず整えようということで英会話教室だけで走ったんですよ、うん、で10ヶ月ぐらいした後にもうそろそろ日本語もやっていいんじゃないかっていうので日本語教室を上げ出して、うん、初年度は Facebook のみですね、うん、で2年目に日本語教室と英語教室が揃って、うん、コミュニティが徐々に育ち出して、うん、ホームページを作ったんですけど、その段階でもうなんか存在しない状態の、うん、ホームページで、で2年目後半ぐらいから SEO をやりだして、うん、3年目から上位に上がってくるようになって、うん、まあ、ほっといても人が来てくれるようになったっていう感じで、やっぱちょっと長期戦ですね、うんうん、2年3年ぐらいは見ると確実だと思います、うん、なるほどですね、はい、で今あのいろいろですね、当初の月の合同会社ですね、はい、ブルーハウスの最初の頃の、まあ、苦労話等をですねいろいろ聞かせて、はい、
いただきました。でこの続きはですね、来週もですね、引き続きですね、金城まどか社長に来週もですね、沖縄ビジネスサテライトに来ていただきたいと思っておりますので、続きはまたですね、翌週ですね、はい、聞いていきたいと思っております。はい、はい、この番組は、沖縄の、企業を元気にするシーマコンサルティング株式会社、株式会社キャリア&スタディの提供でお送りいたしました。というわけでですね、来週もですね、引き続きですね、水曜午前10時半沖縄ビジネスサテライト、来週も、月の合同会社の、金城まどか社長を、ゲストに、お招きしてですね、お送りしたいと思います。それではあの人に学ぼう、おきびしでまた来週までよろしくお願いします。